久しぶりだね、ヤマトの諸君。積んだもんなのだ。業務ジオン系のまとめ動画をお送りしますのだ。うちのパソコンには2時間はレピーだったので1時間に短縮しましたのだ。今回もゆっくりしていってね。思い出のガンプラキットレビュー集。イロプラ機動戦士ガンダム改良強化新型グフ。250分の1スケールのグフは1983年に発売されたイロプラキットである。値段はお安い200円。ちなみに同スケールの G アーマーよりも先に発売されてるんだよね。ガンプラの発売以降、ガンプラユーザーからの色を塗る手間をなんとかしてくれーという要望に応えるため、というかバンダイさんの製造部門も独自の技術を持つ必要や、プラモデルに不慣れなガキンチョにまで購買層を広める必要性に迫られちゃってたんで、多色成形のプロジェクトチームが組まれることになったのでありんすよ。てなわけで、ドイツから4色成形機なるものを購入して開発が始まったわけなんだけど、パーツのエッジのシャープさや、接合部の精度に満足のいく結果が出なかったんだよ。参ったねー。仕方ないんで、東芝さんと共同で国産初の4色成形機を開発したのでですよ。まさに、プラモデル技術の、行き着く先のわからない旅路が始まったってわけですぜ。なんやかんやで、イロプラ機動戦士ガンダムシリーズの、ガンダム、シャア族、量産型族、改良強化新型グフの4種類が発売されたのでございます。しかーし、当時は144分の1スケールのガンプラが主流だった頃だよ。そうだよね。250分の1スケールなんて小スケールのガンプラはガキンチョ受けが悪くて、話題を作ることもできないまま、たったの4点で終了しちゃったシリーズなのだー。タイミングが悪すぎだね。イロプラ機動戦士ガンダムシリーズのキットは、基本、吊るし売りで売られてたんだよね。吊るし売りにでもしないと、薄っぺらくてとてもガンプラには見えねえし、普通に積んだら箱が潰れちゃうのが困りものだったんだい。キットの特徴は、バリが多めでガイドピンが少なめ、当時のキットなんで当たり前なんだけど、接着剤を使用するキットだったんだい。接着剤、シンナーで、部屋をガンプラブーム時代のむせ替える状態にすると、懐かしさとシンナーでヘドが出ますよ、ほんとにね。窓くらい開けなさい。とか言ってた親の気持ちが、ほんのちょっとわかったような気がするのざんすよ。グフっていうのはねえ、知らねえ奴がいないほど有名なジオン軍の青いモビルスーツなんよ。肩アーマーのトゲトゲと痛そうなムチ、左手の固定式マシンガンが当時のガキンチョのツボだったモビルスーツなのですよ。当時は、生意気な後輩を、縄跳びのムチでしつけるのが流行ってたりしてたもんですよ。ウサギ跳びもね。当然、グフのキットはシリーズでも人気だったキットなのですよ。だってさ、ガンプラでグフだよ。それだけで当時のガキンチョなら買いだよねー。金持ってたら腐るくらい買っちゃうよ。今でもおつむがそうなっちゃってるのよ。ガキンチョの頃のトラウマは後引くのですよ。だから今でもガンプラが売れてるわけなんだい。え？信じられねえって？あなた、うちの甥っ子と同じくらいの世代でですね。そうだよね。うちの甥っ子。ガンプラは大人が作るもんじゃねえの？なんて言いますですよ。当然、ガンプラに興味なんてないのでですよ。高いから。こないだ、俺っちの動画にも、ビルドファイターズが始まるまで、ガンプラって大人が作るもんだと思ってましたー。なんてコメントが来てたよねー。まあ俺だって、ガキンチョの頃だったら2000円も3000円も出してガンプラなんて買わんよね。いやさ、当時は買えねえって状況だったもんだけど、仲間と焼き鳥食いに行って瓶入りコーラ飲んだらおしまいだよね。ざまあねー。さて、きっとなんだけれどもね、地味に144分の1スケールのグフに匹敵するプロポーションなのでございますよ。まあ素敵。ヒートロッドがついていないのがあれなんだけど、そんなもん誰でも作れらーね。関節もほとんどの関節が稼働するのが売り。肩のボールジョイントみたいなパーツは、稼働範囲が狭い上に色が変。しかも、調整をしくじると折れるのが嫌あんな感じだったものでございます。回収するなら、足首の関節を加工して接地性を高める回収が効果が高いんでおすすめ。股関節も回収できれば言うことなし。あんまり手を加えすぎると当時らしさが薄れるんで、ほどほどの回収が良いと俺は思うのでござんすよ。バンダイさんからは絶版のアナウンスは出てないんだけれどもね。これまで再販が一回もねえんで、どう考えても絶版キットなのですよ。プレミアがついてるんで、今じゃ入手困難だしねえ。マスターグレードを買った方がいいに決まってるざんすよ。思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダム、第 08MS 正体。ガンダム VS ザク2。MS-06J、ザク2。前回のあらすじ。RX-79 ガンダムのレビューを書き終えた俺様は、不意にも烈な睡魔に襲われちまったんで、酒をかっくらって寝てしまいましたとさ。ふと目を覚ますと何やら外で音がしますよ。おかしいな。そーっと覗くと、庭先を掘り返してる猫がいますよ。おやおや、あそこは干からびてた子猫を埋めてやったところだよ。
自分の子がそこに眠っているのがわかるのだね。わーお。あ、盛り土におしっこしやがった。少し優しい気持ちになった俺様は、あっちへ行けー。なんつって、水をぶっかけてやりましたとさ。機動戦士ガンダム、第08MS 小隊とは、1996年から発売されたオリジナルビデオアニメ作品である、いわゆる、ファースト世代に人気の一年戦争のエピソードを描いた作品で、ヒロインのアイナ・サハリンがガンダムシリーズ屈指の人気を誇り、主役機の陸戦型ガンダムや、ハイグレードユニバーサルセンチュリーが誕生するきっかけになったグフカスタムなど、人気モビルスーツが多数登場するガンダムシリーズなのでございます。MS-06J ザク2とは、陸戦型ザクとも呼ばれる、ジオン軍の陸戦用量産型モビルスーツなのですよ。ジオン軍の主力モビルスーツだった F 型のザクから、地上戦では不要な、宇宙用の装備を取り除いて回収した機体と言われ、部隊の配備先ごとに、というか、戦場となった地域ごとに、様々な現地回収型が生まれた機体なのでございます。第08MS 小隊に登場した機体は、J 型をベースに、熱帯雨林や湿地帯での戦闘を念頭に入れて開発された、JC 型と呼ばれるタイプなのでありんすよ。不要なスラスターはオミットされ、シールドに追加されたスパイクが特徴的な機体だよ。性能面でも、短時間ながら水中での戦闘行動が可能な、地上用としては高性能なザクだったのですよ。パナイネー。ビデオ第1巻のパッケージが、このザクが陸戦型ガンダムを倒したシーンになってたもんで。この作品は期待できる。なんて浮かれたファンが、勢いでビデオの全巻予約なんてしちまって。後に、監督さんが亡くなった以降のごたごたでビデオの発売が延期になった時には、08正体のビデオ、まだ出ませんか?とか言って、アニメイトの店員を困らせる輩もいたもんさね。劇中では、陸戦型ガンダムに対しては、苦戦している描写が多かったものの、ここは、ザクにしてはよくやったと見るべきなのだよ本当にね。ノリス・パッカード大佐もこの機体に登場して戦ってるんで、もっと評価されても良い機体なんじゃないかなー、なんて思いますですよ。はい。キットの値段は1500円、1996年4月の発売だったのさ。08正体最初のキットは、今で言うなら対決セット。まさかまさかのガンダムとザクのカップリングには衝撃が走ったもんですぜ。当時最先端のガンプラだった、マスターグレード版のザク2をダウンサイジングしたプロポーションとディテールにより、ザクもここまで来たかと多くのモデラーがうなった名キット。バランスや寸法がおかしかったり、ファーストガンダムに登場するザクとは、かなりイメージが異なってたりもしたけれど、ポケ戦のザク回以来、久々に登場した一年戦争のザクさんだったこともあって、すんげー好評だったものなんだい。当時は、ハイグレードユニバーサルセンチュリーがまだ始まってなかった頃なんで、このキットがザクの決定版的なキットだったのだなので、むやみにダサク扱いなんてすると、にわか扱いされるパティーン。いやさ、ガンダムに登場するモビルスーツには、どんなマイナーな機体にもファンがついてるもんでげすよ。特にザクには、すんげーコアなファンがいらっしゃるのよ。さすがやね。マスターグレードの登場により回収ポイントが少なくなって、腕の見せ場がなくなってつまらねえ。などと、モデラーが危機感をあらわにしていた自分だよ。最近なんてさらに回収ポイントが少なくなって、模型紙はカタログ化しちまうわ。回収といえば高いマテリアルをデコるのが主流になっちまったんで、旗からは、ガンプラがおっさんオンリーの趣味に見えるのも、ある意味、しょうがないってもんだよねー。当時のモデラーは、いまいちまとまりに欠けるものの、スケール余地が多かったこのキットに持てる限りの技術をぶつけたり、失敗して燃やしたりした問題。いやいや、こういう人いますよ本当だよ。パチクミで満足して。この部分も別の色だったらよかったのになー。なんてレベルで満足できるやつならともかく、工作技術が向上するに従って、昔作った作例の表現も納得できなくなって。これじゃいかーん。とばかりに、プラモをぶち壊すやつは普通に存在しやがりますよ。ちょっとした陶芸家みたいなもんでですよ。なんせ、まさかまさかのセット売り、モデラーならば当然大量買いしちまってるわけで、在庫は腐るほどあったわけだよそうだよね。制作サイドのごたごたで、ビデオが途中で発売延期になったこともあり、第2弾の陸戦型ジムが発売されてから、ガンダム EG8 が発売されるまで、2年間も08正体シリーズのニューキットが発売されない状態だったもんで、その間、ガンダムウィングとかに馴染めなかった連中は、陸戦型のガンダム、ザク、ジムのキットばかりを買っていたわけなのだー。一番多く買ったのはジムだけどね。キットは、色プラ、スナップフィットを採用した初期のハイグレード仕様のキットだよ。ザクに関してはランナーごとの色分け成形だったのさ。パネルラインのぶっとい部分がイヤーンな感じだったものだけど、ガンプラブーム世代のモデラーもまだまだ体力に余裕があった頃なんで、その程度の板は、かえって手を加える部分が多い点で交換されたものなんだい。正体狂気用のアンテナが付属するほか、武器は、ザクマシンガンとザクバズーカが付属するんだよ。相談数はいくつなの?なんてよく言われてたザクバズーカも、マガジンが追加されていたりと好印象。
ヒートホークがついてないのが残念なところなんだけど、2年後の1998年、F 型の乾燥パーツとヒートホークを追加して、めでたく単品売りで発売されたのだー。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのザクの発売が遅かったこともあって、ファーストグレードのザクとともに、長いことモデラーに愛されていたキットなんだけど、今じゃ、初期のマスターグレード同様、旧キット扱いされる傾向が強いのでござんすよ。最近店頭で見かけないからね。G ジェネに続くー。思い出のガンプラキットレビュー集、機動戦士ガンダム、ガンプラコレクションボリューム2、旧型ザク。ガンプラコレクションボリューム2とは、2006年12月に発売された、ガンプラブームを経験したおっさんのためのガンプラシリーズである。ガンプラブームの頃に発売された、機動戦士ガンダムの144分の1スケールキットを、パッケージも当時のままに、半分のスケールで再現したガンプラなのですよ。キットの特徴としては、最新のガンプラにありがちな、設定画の忠実な再現や稼働を売りにしたキットではなく、ガンプラブーム当時のガンプラの、欠点を含めた特徴をありのままに再現したキットなのですよ。つまるところ、ガンプラブーム当時のガンプラの特徴が売りのプラモデルなんで、最新のキットに似ていないのは当たり前。これ全然似てねえな。改造しよう、そうしよう。なんて言って、欠点を回収するなんて邪道。そう、邪道なのですよ、皆の衆。そうそう、こんなのだったよなぁ。てな感じで、ガンプラブーム当時のトラウマ。いやさ、思い出を懐かしんで、酒の魚にするのが正しい楽しみ方なのでありんすよ。多分。値段は税抜きに186円だよ。ボリューム2は、当時のガンダムカラーの、6分の1スケールのミニチュアがついているのが売りなんだい。蓋のパーツの上には、ミスターカラーってすんげー小さい文字で刻印してあんのよ。あないねー。バンダイさん無駄に最新技術を使ってやがるぜ。レーザー加工恐るべし。でもねー、正直なところ、こんなもんいらんよね。シークレットが入っている、ボリューム1やデラックスの方が人気だったのは否めないところだったんだい。ミニメカファイルにはガンプラのうんちくが載ってるよ。パッケージを集めて積んで、昔のガンプラ売り場の雰囲気を再現するのもよし。ガシガシ作って、森永チョコスナックのおまけよろしく、ガンプラの空き箱なんかに入れておくのも、通の楽しみ方なのだー。旧型ザクってのは、ジオン広告が開発した記念すべき初のモビルスーツ。つまり、宇宙世紀では最古のモビルスーツなのでございます。ジオン軍の主力モビルスーツだったザクの前身にあたる機体で、アニメに初登場をした段階で、すでに旧式扱いされてたもんですよ。補給部隊のガデム総長が丸腰でガンダムに戦いを挑んで、ショルダータックルをかましたりしたものだけど、やっぱりというかなんというか、瞬殺されちまって、以後テレビアニメには登場しなかったんだよ、参ったねー。こんなの人気が出るわけねえじゃんよ。ところがですよ、皆の衆。1981年に発売された旧型ザクのキットが、ガンプラ144分の1スケールキットの集大成的な完成度だったことから、旧型ザク、いやさ、旧ザクの人気は不動のものになったのでありんすよ。モビルスーツバリエーションシリーズの構造を先取りしたキットは、首が別パーツ化されて頭部の可動範囲が拡大したほか、腕部を前後にスイングすることが可能で、取り外し可能な平手や握り拳のパーツがついて、差し替え可能だったりした問題。さらに、ザクでは肩と一体成形だった肩アーマーが別パーツ化され、オミットされていた足首の関節も、旧ザクでは動かすことが可能だったのでございますよ。たちまち旧ザクのキットは大人気になったわけでして、ザクとのニコイチで、完璧なザクを作ろうとするガキンチョが続出したもんでげすよ。おかげで、キットは品薄続きで買いやしねえよ、こんちくしょう。ザクマインレイヤーの登場まで、最高のザクキットとしてガキンチョの脳みそに刻み込まれちまったわけなんだい。いやいやほんとよ、嘘じゃねえよ。その程度の伝説は、ガンプラ旧キットには数えきれないくらいあるのだよ。こないだとある病院に行ったんだけどもね。そこの先生、診察室のデスクに旧ザク飾ってたんで目が点になりましたですよ、なんだこれ。俺が旧ザク見てたら、頼んでもいないのにうんちくを語ってくれやがりましたよ、なんだこれ。これがモデラーってやつの差がなのか。作ったキットを人目につくところに置きたくなるというパティーン。そう、そうなのですよ、皆の衆。こういうおっさんのガンプラモデラーは、日本に数多く存在してくれちゃっているんだよ。この人たちのお伏せによって、今日までガンダムってもんが続いてきちゃったわけなのですよ、そうですよ。怖い怖い。ガンプラコレクションの旧ザクは、ハンドパーツの平手と、ヒートホークと一体成形の握り手が差し替え可能になっており、足首も動かすことが可能で、プロポーションはまさに懐かしい旧キットなんだよね。腕部が一体成形で足首も動かない、ガンプラコレクションの量産型ザクや、シャア専用ザクとの差別化が図られているんだよ。まさにこれは、旧ザクを手にした時の当時の感動を呼び覚ますために、あえて、そう、あえてバンダイさんが仕組んだアコギな演出に違いねえのでございます。最古のモビルスーツなんだけど、発売される時には、ザク2よりも最新型のキットなんだぞー。という、旧ザクのトラウマが、今もなおモデラーの脳裏に深く刻まれているという事実を、
再確認できるポイントとして正しい選択なのだ。最近安くなってるんでボックス買いがお得だよ。思い出のガンプラキットレビュー集、機動戦士ガンダム、モビルスーツバリエーション、プロトタイプドム。プロトタイプドムとは、プラモデル企画、機動戦士ガンダム、モビルスーツバリエーションに登場する試作型のドムである。地球侵攻作戦を開始したジオン軍にとって、モビルスーツの機動性の向上や行動範囲の拡大は急務だったりしたわけで、地上用に開発されたグフが、回収型の土台はイエスに乗れるようになった一方、モビルスーツ単体での機動性の向上は、グフ系の機体から発展した新型のモビルスーツに託されたのでござりまする。なんやかんやで完成したのが、プロトタイプドムと呼ばれる機体だったというわけさ。重装甲にもかかわらず、熱核ホバー装甲による高速機動と、ロケットバズーカによる高い攻撃力が売りの高性能モビルスーツだったんだい。バックパックが装備されているなど全体的にゴテゴテした印象なんだけど、これは装甲が整備されてないだけでして、性能自体は量産型と同程度なのですよ。全部で2機が製作され、2号機は改装されて、トロピカルテストタイプドムになったんだとさ。早い話が、グフからドムへ発展する過渡期のモビルスーツなんだよね。グフとドムは開発した会社が違うんじゃないの？なんていうは回収も多そうなのだけどもね。当時は、ジオンのモビルスーツはすべて、ザクを基本に枝分かれして発展したって設定になってたわけなのよ。ザクやグフをジオニック社が開発したとか、ドムをティマット社が開発したってのは、いわゆる、ガンダム名物の後付け設定だったりするもんで、公式になったのは結構後になってからなのよ。なので、早々とガンダムを卒業したやつは知らんのよね。そうだそうだ、クリームそうだ。キットの値段は1000円ぽっきり、記憶正しい再販版難度末。初回発売は1983年、昭和だと58年なのでやんす。当時の感覚では、モビルスーツバリエーションってのは、今でいうハイグレードクラスのキットみたいなものでして、その100分の1スケールキットとくれば、マスターグレードクラスのキットではあったものですよ。まあね、出来はともかく、パーツの多さと入手しづらさはそんな感じだったよね。ガンプラブーム世代の連中も小遣いが上がった頃なので、買えないことはなかったんじゃないかなー、とか思うのだけど、バイファムやボトムズなどの、出来の良いアニメキットが多数発売されていた時期なんで、モビルスーツバリエーションの100分の1キットを買うのは、ガキンチョにとってちょっとした冒険みたいなものだったのでございます。キットは、良くも悪くも当時仕様のキットなのだよね。144分の1スケールキットが大人気だっただけに、このキットも多くのモデラーが買い求めた人気キットなのですぜ。でかい上半身と短いアンヨデのガワラ立ちが超素敵。ちゃんと作ればかっちょ良い完成品になってくれんのよ。まさに、ドムのキットに外れなし。武器は、スライド機構がついたロケットバズーカに、ヒートサーベルが2本付属するんだよ。武器を満載できるバックパックが、武蔵坊弁慶のようなイメージを醸していた問題。専用デカールはともかく、エンブレムのシールは台座にでも貼ればいいのかい？差し替えのハンドパーツは出来が悪いんで使えなかったものですぜ。回収するんなら、股や足首の関節をいじって接地性を高めるのが効果大なのですよ。まあ、好き勝手いじくやいいんだけどね。俺的にはポーズ固定で作るのがお手軽でいいのでありんすよ。さらに手を加えるなら、腰をカットしての関節の追加、手首の回収、前腕部や下体部のボリュームアップは定番だと思いねえ。頭部はカットしてからの回収になるのだけれど、アニメ本編のドムは、安彦義和さんの作画スケッチによりクリーンナップされてるんで、大河原設定のドムとは印象が大きく異なるのよね。好みが一番出るところだけに、てめえ言うでやらいやねえ。少なくとも、物合いくらいは別パーツにしてちょうだいよ。チールが好きなやつもいるけどね。なんというか、ガキンチョの頃に合わせ目消しとかで苦労して、トラウマになって敬遠してるやつもいそうだけれど、大人になってからやってみると、昔苦労したのが嘘みたいに合わせ目が消せたりするのだよね。俺はせっかちだったんで、完全にパーツが接着するまで待てなくて苦労したのだけれど、思ったほどの苦労もなく組めるのは間違いないところでござんすよ。苦労せず作ったキットに愛着があるかは別にして。思い出のガンプラキットレビュー集、機動戦士ガンダム、逆襲のシャア、ヤクト動画、ユネーガス専用機。ファンネルたち、一番熱量の高いミサイルだ、当たれー。ヤクト動画、ユネーガス専用機とは、劇場版、機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場する、新生ネオジオン軍のニュータイプ専用モビルスーツなんどすえ。2機試作されたヤクト動画の一機に、頭部の角と目のマーキングを追加して、強化人間のデュネー用に調整した銃モビルスーツなのですよ。新生ネオジオンの主力量産機であるギラ動画をベースに、なんやかんやして開発された機体なんで、純粋なニュータイプ専用機とは言い難い機体なのだけど、強化人間が乗ってるファンネル付きのモビルスーツに、量産型のモビルスーツが叶うわけがないじゃんねえ。ネオジオン軍の主力としてフィフスルナの核ノズルを防衛したり、ブライトさんがアクシズに向けて放った核ミサイルをファンネルで全て撃墜するなど、
なかなかどうして見せてくれる機体だったのよ。アムロのトリッキーな戦法に引っかかって撃墜されるまでに、そこそこ活躍したんで人気の高い機体なのでありんすよ。キットの値段は800円。1988年に発売されたキットだよ。色プラ、システムインジェクションを採用しているので成型色は5色と多いのが特徴なのですよ。一部ビス止めの部分があるんで、完全なスナップフィットではないのだけれど、接着剤を使わずとも組むことができる上、色を塗らずとも、設定のカラーに近い仕上がりになる点座が近距離に交換されてたものなんだい。逆襲のシャアの頃は、モビルスーツの機体サイズが大型化していることもあってボリューム満点。少し前のドラグナーのキットが小ぶりだったこともあり、際立って大きく見えたものでゲス。パーツはモールドが甘くてエッジも立っておらず、改造するにもダボやビス止めの部分が邪魔というとほほな部分もあったのよ。でもでも、シャア復活、アムロとシャアの最後の対決というシチュエーションによっていた連中にはねえ、そんなもん些細なことだったのでございます。武器は、ビームアサルトライフルとビームサーベル、ファンネルが6個、シールドが付属するんだけどね。手の指が可動式なんで保持力が弱いのが欠点なのよ。そうなのよ。どの武器も精度がいまいちなので、思いっきり削ってやっておくんなさいよ。開放状態のファンネルはついてないんで自作するのが定番だったものなのよん。そうだそうだ、クリームそうだ。気になる点はというとだね、上腕部や腰のロール軸がないのと、股関節や足首の可動がいまいちなんでポーズをつけにくいのよね。それでも、多数の装備品がついてる割にまとまりが良いので、すだちに限ってみればそこそこ見れたりしたもんよ。しかも、各パーツの取り付け位置を変更すれば、印象がガラリと変わってくれますのよね。俺的には、頭部は若干後ろ、肩はちょい上にずらしたものですぜ。正直なところ、肉抜き穴どころかビスの穴まであり上がるんで、作業時間が長引くことは分かってんのよ本当にね。とりあえず2、3個買っておいてだよ。一個をパチ組で組んでみて、あとは時間に余裕がある時に作ろうと思ってしまったら、いつの間にか積みプラになってるというパティーン。買ってたことも忘れちまって、再販版をまた買っちまう悪循環が続くのでやんす。最近の若い衆なら、そんなにガンプラ買わねえよ。なんて言うだろう。バブル時代を経験した俺ら世代にとっては、プラモを両手いっぱいに抱えて買えるのは当然の行為なのですよ。作るとか作らねえとかは関係ねえ。脳みそが命令しやがるからしょうがないとでも言っとこう。再販版を買うって言っても、ジムとかザクとか、中身がよほど好きなキットでもない限り、アニメのパッケージのやつは買わねえよ。せめてボックスアートくらいは CG やアニメじゃなくて、イラストレーターさんに任せてもらいたいものでござんすよ。それこそ積みプラになりそうだね。思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレードユニバーサルセンチュリー、ケンプファー。さあ来い、戦い方を教えてやる。ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、バンダイさんの最新技術を用いて、手頃な144分の1スケールで展開しているプラモデルシリーズだよ。もう15年以上もやってる長期の人気シリーズなんで、ガンプラのスタンダードな存在なのは明らかなんだけれどもね。ハイグレードやマスターグレードなんて言ったって、最近のガキンチョには、何のことやらさっぱりだー。なんて時代に突入したみたいでやんす。ケンプファーとは、機動戦士ガンダム0080、ポケットの中の戦争に登場する、ジオン広告軍の試作型強襲用モビルスーツなのですよ。モビルスーツでは初めて、パーツ単位での分解シーンや、運搬、組み立てシーンが描写されるなど、モビルスーツの兵器としての運用シーンが、戦闘シーン以外で演出された画期的な機体だったんだい。高機動型モビルスーツの例に漏れず、装甲を必要最小限に抑えることで機動性を確保している機体特性のために、大男性が心もとなく、パイロットは、技量の高いエースクラスの人間に限られるってわけなのよ。劇中では第2話の分解シーンで初登場。パーツ単位に分解されたケンプファーは、ジオン軍のサイクロプス隊によってサイド6のリボーコロニーへ運び込まれ、新型ガンダムのダッシュ、もしくは破壊するためにサイド組み立てられたのでやんす。リア軍のドラケンイや、連邦軍のスカーレット隊のモビルスーツを、全身に装備された武器を使い捨てながら全滅させて、連邦軍の交渉に迫るんだけど、間一発で逃れた。ガンダム NT-1 の反撃を受けて撃破されちまったのでありんすよ。全身に装備された武器やスラスター、腰のアーマーがないなどの特徴などなど、一年戦争時のモビルスーツらしくない機体と当時は評価されたこともあったけど、劇中の戦闘シーンのかっこよさにビデオはバカ売れ、爆発的な人気を博したモビルスーツだったのだー。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのケンプファーは、2008年8月2800円で発売されたキットだったのでございます。2008年といえばだね。原油高の影響でガソリンや灯油が高騰しちまって、懐が寂しくなった時期だったね。ガンプラも材料費の価格が高騰しちまって、バンダイさんも値上げを検討してたりしたもんよ。そういや、ガンプラに新たなパーツやブックレットをつけるなど、付加価値のある商品仕様に変更して価格を改定するなんて言ってたけども、そんな商品あったっけ？そういやチビー戦士が再販版から値上がりしたっけね。大して仕様が変わらないのに、
値段が違うキットもあったりしたもんですよ。ガンプラが値上がりする前に買っとこうってんで、冬眠前のリスのごとく、部屋にプラモを溜め込むやつもいたけどね。たまに聞く、プラモを積む場所もコストがかかるんで、溜め込むのは不経済ってやつはねえ。到底、モデラーの発想じゃねえんで大きなお世話なのでございます。ついでだけんども、オークションの説明欄でよくある。プラモを作る暇がないので処分します。なんて文言はねえ。転売屋がよく使う決まり文句なんで信じちゃダメに決まってらい。キットのプロポーション自体は、旧キットをはるかに凌駕している良作だと思いやす。関節を中心に ABS のパーツがあるのが嫌あんな感じなのだけど、設定通りの多彩な武器が付属しており、その全てを取り付けてもプロポーションが破綻しない点は、見事と言っておこうじゃないの。足が大きいんで巣立ちでのバランスも良好なのよ。このボリュームで2000円を切る値段設定は、秀逸と言っても良いのだー。武器は、差し替えでストックなしのタイプに再現可能な専用ショットガンが2丁と、ジャイアントバズが2丁、シュツルムハウストとビームサーベルが2本ずつ付属するのだよ。ビームサーベルは、保持用の手が左右ついてるんで二刀流も可能だよ。専用ショットガンとジャイアントバズ用の持ち手も左右ともについてるんで、武器の両手持ちも可能なのですよ。チェインマインは右手で保持する仕様でして、出来の良い平手もついてるのが嬉しいね。回収ポイントとしては、ブチ穴の処理がやはり決め手になるよね。穴を開口して裏からメッシュを貼るか、マイナスモールドが定番なのですよ。肩アーマーの解釈が気に入らないならカットして回収すべきだね。物合いも動かないので、稼働可能にすれば表情に変化が出ていい感じなのですぜ。残念な点としては、ライバル機のガンダム NT1 の出来がいまいちなんで、並べると違和感があるのでござんすよ。NT1 は造形物に恵まれてないよね。思い出のガンプラキットレビュー集、機動戦士ガンダム、ガンプラコレクションデラックス、ザクマインレイヤー。ガンプラコレクションデラックスとは、2007年に400円で発売された紳士淑女のためのガンプラである。ガンプラブームの頃に発売された、機動戦士ガンダム旧キットのパッケージや特徴をそのままに、144分の1スケールの半分くらいのサイズで再現したプラモデルシリーズなんどすえ。ラインナップは、ボリューム1、ボリューム2よりもサイズが大きい、ジオングやゲルググなどのガンプラが対象なのですよ。箱の大きさが旧キットの半分のサイズなんで、キットの箱を集めれば、君の部屋にガンプラ売り場のジオラマを作れちゃうんだよ。パないねえ。手にした感じは、ガンプラというよりも森永チョコスナックのおまけキットみたいな感じだよ。こんなキット、ガンプラブーム世代のモデラーだって老眼で四苦八苦するに決まってますよ。本当にね。塗装はやりにくいんだけど、カラフルな成形色なのは、コレクターには正解と言って良いのでやんす。当時もののおまけキットはプレミアがつきまくって、今は1個1000円くらいすんのよ。とほほほほー。値段が高い分、興味本位で購入してゴミにするやからが少なくなるってもんでありんすよ。昔買ったやつはゴミになったけどね。なので、ブラインド仕様のアコギな商品とはいえ、森永チョコスナックのおまけキットを集めまくって、スナックで胸を悪くしていたおっさんモデラーにとって、この価格でのリリースは、非常に嬉しいサプライズだったのでございます。ザクマインレイヤーとは、モビルスーツバリエーションに登場する、宇宙機雷散布ポットを装備した、量産型ザクのバリエーションなのですよ。そう。このキットだけ、モビルスーツバリエーションからのラインナップだったりした問題。それはなぜかといえばだねー。おそらく、ガンプラコレクションデラックスのシークレットアイテムだった。限定版シャア少佐専用ザクと、パーツに互換性があるからだと思うんよ。144分の1スケールのザクマインレイヤーのキットには、ノーマルなザクに組むためのパーツも付属してたんで、これを使用してこさえたザクは、発売当時、パーフェクトなザクと言われていたものですぜ。ガンプラキャンペーン用の景品だった、大河原国をパッケージの、限定版シャア少佐専用ザクのベースにもなっていたのでありんすよ。ガンプラコレクション版ザクマインレイヤーのキットは、その長所や欠点を再現した一品なのさそうなのさ。限定版シャア少佐専用ザクと、パーツ的にはランナーが一枚違うだけの仕様でして、差別化するためなのか？ザクマインレイヤーにしか組めないのだけれど、ご丁寧にも、ザクの旧キットでは再現されなかった足首の可動も再現されているのよね。設定通りの可動を再現するくらい、バンダイさんには簡単なことだよね。それなのに、ああ、それなのに、バックパックに固定するため、首が回らなくなる動力パイプや、ザクマシンガンがついてねえという欠点まで再現しているのでございます。そうそう。そういやこんなんだったわー。などと、当時のトラウマを俺らに思い出させるために、あえてバンダイさんが仕組んだアコギな演出が盛りだくさんのキットなのでゲスよ。そうだよね。なので、欠点を回収するなんて邪道。そう、邪道なのですよ皆の衆。まさにこれは、ザクマインレイヤーのトラウマが、今もなお、モデラーの脳裏に深く刻まれているという事実を再確認できるポイントとして、正しい選択なのだー。しかーし、ザクマインレイヤー自体は、すんげえマイナーなモビルスーツなんだよねー。まあ、モデラーしか知らんよねー。早い話が人気だねー。モデラーにはすんげえ愛されてる機体なんだけどもね。
モビルスーツで機雷を散布するって設定自体が、当時でも意味不だったわけでして。バトルとかでよかったんじゃね?とか、言われてたものでござりまする。モビルスーツバリエーションの発売当時ってのは、パーツの多さを毛嫌いした連中が多くなっていた時期なのよ。もともと、小学校の高学年でも、アニメのプラモを買ってるやつなんてありえねえ時代だったんで、ガンプラだけがかなり特殊な存在だったわけなんだい。この頃にザクが大好きなやつってのは、かなりガンプラに傾倒した野郎と言っちゃっていやねえ。今でもザクマインレイヤーのキットは400円で買えるんで、定期的に作って癒されているのは想像できるのでござんすよ。ザクのマイベストキットはこれ。みたいな感じで大好きなおっさんモデラーもいたわけですし、昔、老後用にガンプラ取っとくんだ。なんて言って押し入れに積んでたやつも、そろそろ作らんと体力的にやばいよね。年食ってから登山始めようと思ったら、体力がなくてダメダメなパティーン。プラモは定期的に作った方がよござんすよ。思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレードユニバーサルセンチュリー。ザク3回。ハマーン様、バンザーイ。ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、バンダイさんの最新技術を用いて、手頃な144分の1スケールで展開しているプラモデルシリーズだよ。もう15年以上もやってる長期の人気シリーズなんで、ガンプラのスタンダードな存在なのは明らかなんだけど、そろそろネタに苦しくなってきたんで、新生、リバイブとやらをするらしい。はずだがな。下船、全く下船な。新生を銘打ったはいいが、あの赤いやつと白いやつで初戦を乗り切れるとは思えん。一体バンダイ様はどうしてしまわれたのか。K の意見を聞きたいものだな。そう嘆くことはあるまい。やはり、前回の成功を再現しようという魂胆があるのではないかな。前回というと、ハイグレードユニバーサルセンチュリーのだな。うむ、申請するにしても大地が生焼けでは良い目が出ないからな。白いやつと赤いやつを徹底的に叩かせておいて、本命は3作目だと俺は見るね。なるほど。昔ホビージャパンで、このようなガンプラが売れれば次の可能性につながるとか言って、モデラー連中を乗せた作戦の再現だと K は言いたいのだな。つまり、裏で糸を引いてるのはあの名人か。フルダ抜き目、やってくれるわ。あえて流れに乗るのもいいが、3作目までは生還するのが常道であろうよ。同じ輪立ちを踏む下作にあえて乗る必要はあるまい。まったくだな。ザク3回とは、機動戦士ガンダムダブルゼータに登場する、ネオジオン軍の試作型モビルスーツである。失敗続きで、とうとう強化人間に改造されちまったマシュマーさんが乗って戦った専用機なのでございます。ウレミー軍のモブにもいたって、気のせい気のせい。ハイザックなどとは違い、ジオンのザクの正当な後継機だったザク3を高機動型に改修した機体で、当時のネオジオンのモビルスーツの例に漏れず、恐竜的な進化を遂げた大型の機体なのですよ。にもかかわらず、武装が地味なんでいまいち人気がなかったモビルスーツなんだよ。とほほほほー。いやいや、人気あったよ何言ってんの?とかおっしゃる方もいるけれど、人気あったんならバンダイさんがきっと貸しないわけがないじゃんねー。回収前のザク3とは、バックパックの取り付け方式が違うんで、ザク3のキットからの改造も、アニメ本放送当時は困難を極めたのでありんす。劇中では、燃えるようなオーラ全開のマシュマーさんが、ビームライフルも持たずに出撃して、ビームサーベル一本で、プル2のクイーンマンサを圧倒。直後にドーベンウルフの部隊に捕まるも、ドーベンウルフのメガランチャーをバリアみたいな怪現象で弾き返すわ、うち一機の頭部を握りつぶすなど大暴れしたのですよ。そこで機体の限界が来たのか。ハマーン様、バンザーイ。ってな感じで爆発しちゃったりした問題。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのザク3回は、ガンキャノン、キャンに続くシリーズ3作目のキットであるだけでなく、記念すべき、シリーズ初のザクキットでもあったんでごわす。1999年8月に1500円で発売されたんだけど、まさかまさかの機体のチョイスに、当時のモデラーは追ってれいたものなのだー。お値段は倍になっちゃったんだけど、過去に発売されなかったマイナーなモビルスーツのキットが、これからも発売されるに違えねえと、後続のラインナップに期待が高まり、モデラー連中はお祭り騒ぎだったのですよ、ほんとだよ。しかーし、このキットが売れなければ、バンダイさんはきっと路線変更するに違いねえったら違いねえぜ。ホビージャパンでの、例の名人のコメントをどう受け取ったのかは知らんけど。じゃあ俺も買うか。だな、俺も買うべ。みたいなノリで、みんなこぞってこのキットを買い求めたものですよ。おめえ、ザク3回いくつ買ったよ。4個だな、ストックする分と。ザク3の旧キットと2個1で作る分があるからな。なんて、模型店では、活気のある会話が聞かれませんでした。みんな一言も喋んないで、ザク3回のキットばかり買ってるもんだから、なんかの宗教みたいで気持ち悪いったらなかったね。喋れよ。あくまでも俺の地元の話なんで念のため。
大型でボリュームのあるモビルスーツを、たった1500円で再現してあるキットだけに、加藤木はじめさんのコンセプトデザインを、完全に再現しているとは言えない内容なんだよね。全体的にスマートで、大型キットにもかかわらず、モールドも甘いんで大味な印象を受けるのですよ。合わせ目がすんげー目立つわ。関節がスカスカだわ。突っ込みどころ満載のキットなんだけど、それがどうしたって言うんだい？ダブルゼータが放映されてた頃に、じゃねえや。モードラグナーが始まってるというのに、ザク3回はキット化されなかったわけで。マシュマーカスタム欲しいなー。なんて涙を飲んだ連中にしてみれば、このキットはまさに悲願。そう、悲願だったんだよね、ミナノシュー。普通のやつは彼女が欲しいとか思うよね。出来がいまいちだとか、そんなことは些細なことなんだよね。キット化されやーなんだって言ってモビルスーツが、まだまだたくさん存在するのでござりまする。もう一つの悲願のゲーマルクは、未だにキット化されてないけどね。とはいえ、キットのポイント的な部分も語っておかねばならんよね。頭部は、カバーの部分のダボをカットすれば簡単な回収で、開閉可能にできますよ。腰のビームキャノンは発射状態にできるんだけど、グリップを手で持たせるとキツキツなんで、下手すりゃ折れます。てか、折れましたよ、こんちくしょう。発射口の造形もいまいちなので回収は必要なのですよ。腰のアーマーは全然稼働しないんで、脚部の稼働範囲は旧キット並みなんだよね。ビームサーベルは2本ついているんだけど、刃の部分がクリアパーツじゃない上、クイーンマンサと戦ったシーンを見るに、迫力不足は否めないところなのですよ。もうちょっと大きめでもいいんじゃないかいな。とか俺は思ったりしたもんですぜ。当時としても出来はいまいちだったんだけど、モデラー連中にしてみれば、やることが多いわ、わっはっは。てな感じで、おおむね交換されてたキットなのですよ。おそらく後に発売されるであろう。ノーマルなザク3の仕様も気になったりした問題。バックパックの付き方がねえ。思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレードユニバーサルセンチュリー。ゴック。へ、馬力ならこのゴックも負けんぜ。なんてやつだ。このハンマーだってパワーアップしてるっていうのに。ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、バンダイさんの最新技術を用いて、手頃な144分の1スケールで展開しているプラモデルシリーズだよ。もう15年以上もやってる長期の人気シリーズなんで、ガンプラのスタンダードな存在なのは明らかなんだけど、そろそろネタに苦しくなってきたんで、新生、リバイブとやらをするらしい。はずだがな。ゴックとは、言わずと知れたジオン軍の水陸両用モビルスーツである。地上での行動には制限があるものの、重装甲とハイパワーが売りの機体で、劇中では、ガンダムのバルカンを手のひらで受け止めるわ、改良型のハイパーハンマーを受け止めて引きちぎるわ、水中戦では、ガンダムの頭にクロウでボコボコ穴を開けまくったもんですよ。すげえ、すごすげえ。当時のガキンチョは、ゴックの活躍に痺れたものなのですぜ。凄さがいまいちピンとこない？今で言うなら、ガンダムユニコーンの頭にボコボコ穴を開けまくるようなもんですよ。え？またゴックとゴックを間違えてるって？もう何回目の間違いだって？いやいやこれは仕方のないことなのですよ、ミナノシュー。ファーストガンダムの26話や27話あたりを見てもらえばわかるけど、本編ではゴックじゃなくてゴックって言ってるんで。別に間違いじゃないわけだしね。そう？あの頃は確かにゴックだったんだよねー。ゴックって名前が広く一般的になったのは、ガンプラが発売されたあたりからなのですよ。当時もゴック派とゴック派がいたわけで、今でもなんとなく使っちゃうのはしょうがないもんなのですよ。本当にね。もう染みついちゃってるからねー。キットの値段は800円。シリーズ8番目のキットとして2000年に発売されたのでありんす。水陸両用モビルスーツの第1弾だったズゴックが稀に見る傑作キットだったんで、当然ゴックのキットも期待されていたものなのですよ。なんせ、ガンプラブームの頃の旧キットが、出来の良かったズゴックよりも100円高い400円だったのに、とほほな出来にガキンチョはがっかりしたものなのさ。当時はガンプラが手に入るだけでありがたかったものだけど、まさか、今回はそれはないよねバンダイさん。とか思ってたら、またやりやがったよこの野郎。100円高いのにヘッポコな出来じゃねえですかい。何がカトキアレンジだよ。全然パッケージに似てねえよ。なんて思ったりしたもんでございます。いやいや、プロポーションのバランスは間違いねえのよ普通だよね。でもねえ、なんか凶悪そうなオーラが感じられないのよおかしいねえ。巡航形態も中途半端だし、いろいろ納得いかないキットだったのでござりまする。まあ、あれだよね。パッケージがかっこよすぎたのが原因だよねそうだよね。メリハリの効いたゴックを期待していたら。どこの田舎もんですか？てくらいの素朴な出来に俺らはびっくりした問題。とはいえ、お手軽に組めるスタンダードなキットとして見れば、値段も出来も9大点。たまになんとなく組んじゃうキットなのですよ。多分。定番の回収ポイントは、物合いのシールが大きすぎる印象なんで、好みで小さくすると印象がガラリと変わるのですよ。ボディと腕部が離れすぎてるんで、肩の関節軸と肩アーマーの取り付け部位を、うまいこと回収して調整したいところだね。
腹の部分の上部の打棒をうまいこと削れば、後はめが可能になるんだけれど、その横によくわかんないポリキャップを仕込む部位があるんだよ。肩の関節軸の保持力を高めるための部位だとは思うんだけど、接着するなら意味ないし、このままの状態だとヤスリがけも面倒なんで、肩の関節軸ごと後はめ可能にすべきなのですよ。肩の関節軸についている3箇所の円形の部位を、仮組みしながら好きなだけ削ったら、あとは、ボディ内の例のポリキャップに後から差し込むだけなんだい。肩の関節軸を加工するより、プラ棒やランナーで自作した方が楽だけどね。腕部の関節は今や定番の ABS 製なんだけど、一部細い部位があるので注意が必要だよ。クロウもなぜか ABS 製なんで塗装に注意が必要だよね。キブがボールジョイントなんでよく動いてくれるんだけど、付け根がスカスカで、結構目立つのが嫌な感じなのですよ。クロウはガンダムに穴を開けられるほど、削って尖らすのは当然の行為なのですぜ。そんな感じで上半身が詰まってる一方、下半身はスカスカの印象なのでございます。このくらいのパーツ数のキットは、おっさんモデラーにとっては間違いなく貴重なキットなんで、気の向くままに作っちゃうのが一番なんだけど、最近は模型店に行っても置いてないんだよとほほほほー。傑作と名高い、マスターグレードのゴップでもあやかっちゃうんだけどね。まあ、そっちが本命だよね。思い出のガンプラキットレビュー集、ハイグレードユニバーサルセンチュリー、キュベレイ。このキュベレイ、見くびってもらっては困る。ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、バンダイさんの最新技術を用いて、手頃な144分の1スケールで展開しているプラモデルシリーズだよ。もう15年以上もやってる長期の人気シリーズなんで、ガンプラのスタンダードな存在なのは明らかなんだけど、そろそろネタに苦しくなってきたんで、新生、リバイブとやらをするらしい。とか思ってたら、全ハイグレードシリーズがターゲットなんだとよ。K はどう思うね。確かにハイグレードユニバーサルセンチュリーのみと明言はしてなかったがな。これでは新生というよりリファインではないか。姑息な真似をしてくれる。俺たちが、ジオのキットを大量に買ったら、白っこつながりで、森の奥様のキット貸してくれるんじゃないかな。などとは言いたい。いやいや、的外れな期待をして、これまでに注ぎ込んできた投資は、すべて無駄に終わったというわけか。チャリーン。夢はまさに、夢のごとく消え去ったわけだな。拉致もない。だが、フリーダムがチョイスされたことで、バンダイさんの思惑は概ね分かったな。売り上げが見込めそうな過去の人気キットをリニューアル。さらに、付加価値をつけ、売り上げ倍増を狙う魂胆であろうよ。全ホビなキーマ、タッグを組めるのはホビージャパンしかなかろうよ。カスタムパーツを付録で付けたら、ガキの買える値段ではないだろうがな。最近のテレビくんやテレビマガジンも付録が豪華だと住んでいたかいぞ。問題ねえ。そこまで言うからには、当然K は買うのだろうな。反応が気になるんで来月あたり買いに行くよ。値引きなしで消費税当たり前に取り上がる硬派な店だから、ネタぐらいもらわんとな。キュベレイとは、ご存知、ハマーン様が狩る最強のニュータイプ専用モビルスーツでございます。というか、キュベレイが強かったのは、ハマーン様のニュータイプ能力が群を抜いて高かったためなのでありんして、プルやプル2が乗ってた、後発の機体の性能をどんだけ向上させようとも、ニュータイプ専用機の場合、パイロットのニュータイプ能力が高い方が強いに決まってるのさ、そうなのさ。神指弾のゼータガンダム、クワトロバジーナの100式、パクテマス白っ子のジオ、受動アシタのダブルゼータガンダムなど、名高いパイロットが狩る強力なモビルスーツと渡り合い、数多くの名シーンを生み出した機体なわけで、当時どころか、今でも大人気の機体なのだおっさんにね。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのキュベレイは、1999年9月に1500円で発売された、シリーズ4作目のキットだよ。ゼータガンダムやガンダムダブルゼータが放送されていた当時は、220分の1スケールの小さいキットしか発売されなかっただけに、144分の1スケールでのキット化は、ファンの悲願だったもんなのですよ。バンダイさんの長のアレルギーでキット化されないんじゃないの？なんて、本気で思い込んでた連中も多かったりしたもんで、まさにまさに、バンダイさんありがとうって状況だったのでございます。このキットを3個買って、プル専用機やプル2専用機に仕様変更するのは定番中の定番、量産型キュベレイに改造するモデラーもいたものでござりまする。しかーし、完成されたデザインのキュベレイに、キャノンをつけるなんて邪道。なんての玉うながのファンも当時は結構いたもんで、量産型キュベレイはいまいち人気がなかったりしたもんだい。キットは、ハイグレードユニバーサルセンチュリーの初期の仕様なんで、パーツ分割がいまいちだったんだよね。当然、合わせ目が目立つんでパチ組みでは辛いやね。プロポーションは、全体的に硬い印象のキットなのでございます。飛行ポーズを取らせようにも台座がついてないんで、適当なキットから有用する必要があったもんですぜ。当時はすんげー人気キットだったんで念のため。しかしでゲスよ、俺らなんかはパーツを削ってや楽しいって口なんで、曲面を耐水ペーパーで削って、合わせ目が綺麗に消えたらすんげー気分が良いものなのですよ本当だよ。このキットはパネルラインが少ないんで、パーツ全体にペーパーをかけやすい上、
綺麗に仕上がった時の感動なんてもんは、やったことがあるやつじゃないと、到底わかるもんじゃねえんでやったんさい。耐水ペーパーは、まとめ買いして置いといても腐らないんで超便利。足裏やかかとの角質も楽々取れるんですんで重宝するのですぜ。キットが出るのが早すぎたなんて今では思う部分も、そりゃあ、ちょっとはあるよ。ありますけどね。発売当時、俺たちはもう、十分に待って、待ちくたびれていたはずなのですよ皆の衆。1万円超えの瓦礫には、いろんな意味で涙が出ましたよ。大きくイメージが違う部分は、シャープさが足りない胸部コックピットハッチ周辺に、丸みが足りない肩のバインダーの付け根と、ボリューム不足のハンドパーツだよね。胸部コックピットハッチの周辺は削ればいいだけの話なんだけど、肩のバインダーは丸みが足りない印象なんで、回収するにはバキュームフォームで振動するしか方法がなく、結構ハードルが高い部分なのでありんす。カトキはじめさんのコンセプトデザインでは、バインダーの下の部分の解釈が変更されてるんで、好みが分かれるところだったもんですぜ。キュベレイのバインダーといえば、アニメの設定画では、バインダーの下にあるピンクの部分が後ろのバインダーにはないんだけれど、キットでは両方にあるんだよね。ちなみに、220分の1キットでは、前方のバインダーにしかなかったんでごわす。昔、小田キュベに感動した人ならば、リアアーマーの大きさにも違和感を感じるところだろうけど、そこまで言ったら贅沢ってもんでござりまする。塗装は、部分塗装でも結構いけるキットなんだけど、白地が多いんで、綺麗に塗装したいんならエアブラシでの塗装は必須なのですよ。当時の流行りだった、パール塗装の入門用としても重宝したキットなのだー。すんません、俺未だにパール塗装がうまくできません。思い出のガンプラキットレビュー集、ハイグレードユニバーサルセンチュリー、キャン。ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、1999年の世紀末に登場以来、現在まで続いている大人気のガンプラシリーズである、宇宙世紀、つまりユニバーサルセンチュリーに登場するモビルスーツを、バンダイさんの最新技術でキット化してしまおうという夢のようなガンプラシリーズなのですよ。このシリーズの1年戦争もののキットは、アニメ版準拠の仕様なんで、過度なデザインアレンジは避けられてるのが売りだよねー。キャンとは、キシリア様がマクベ専用に開発させた決闘用のモビルスーツなのですよ。兵器的にはナンセンスな機体なんだけど、騎士専用モビルスーツの先駆けとして無視できない機体なのだー。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのギャンは、1999年の7月にこのシリーズ2番目のキットとして発売されたのですよ。値段は800円だよ。安いねー。機動戦士ガンダムの劇中で、マクベが乗ってガンダムと戦ったワンオフのモビルスーツをキット化したものなんだよねー。まだ第2弾だってのにマイナーな機体がチョイスされたりしたもんで。このシリーズ、なんでもありだな。なんて。ガンプラモデラーに期待を抱かせたキットだったのさー。でもねー、時代が移り変わると矛盾が生じる部分が出てくるのは、致し方ないことなのですよ。ガンプラブームと1999年当時を比較した場合の大きな矛盾点はというと、シールドの解釈なんかがあるわけですぜ。ほら、ガンプラブームの頃のモビルスーツは、拳でシールドを支えてたじゃん。実際は、それじゃ衝撃を受け流せないんだよ。拳が潰れて、腕の骨が折れるのは間違いないねー。本来は、前腕部にシールドを固定して身を守るのがシールドの正しい使用法なのですよ。シールドの形状にもよりけりだけどね。まあね、ロードス当選機やウィザードリーに代表される、90年代初頭のファンタジーブームでもって、わかってるやつが多くなってたってことだよね。キャンのシールドのマウント方法のアレンジは、このキット最大の見どころなのだー。キットは、細かいパーツがあるものの、パーツ数もそれほど多くないんで、ガンプラビギナーでも簡単に組み立てられるお手軽なキットなのですよ。当時としては、ゲームのギレンの野望シリーズに登場する、キャンのバリエーションの制作とかで需要があったものだよ。本当にね。値段を800円に抑えるためなのか、肘や膝の関節部のポリパーツが露出してるのが微妙なところだったけどね。前作のガンキャノンで、このキットすげー。なんて感動した後だけに、ちょっと不安になっちゃったものなのさ。肩関節のカバーとか、寝られてる部分があるだけに惜しい点だよね。頭部の造形も好みが分かれる部分だね。俺的には好みじゃなかったわけで。セガサターンのガンダムゲームに出てくるギャンのイメージに改造しようとしたら、大失敗だよ、とほほほほー。そんなわけで長いこと押し入れで眠っていたんだけど、今はガンダムコンバージのギャンの頭部をつけてるのだー。これじゃない感が半端ないよ。武器は、ビームサーベルのビーム部分がクリアパーツなのがとっても素敵。後発のガンダム GP-01 のビームサーベルが、真っ白だったのが信じらんねえよ。メモリアルアクションは、アニメ同様の剣を突き出すポーズが取れることなのだー。ミサイルシールドもいい意味でアレンジが効いてて好印象なのですよ。あと、ハイドボンブが4個もついてるんだけどー。こんなん、どうしろって言うんだよバンダイさん。武器の名称も、ハイドボンブじゃなくてハイドボムじゃねえの。なんて頭によぎるんだけどー。なんでもかんでも変更しちゃうのは考えものだからね。多分。
こんな突っ込みどころの多いキットなんだけど、ガンダムビルドファイターズの第1話で、佐々木進が反則活動をしたおかげで、一時期アマゾンから消えた事件は侮りがたし、キット化されたばかりのウィングガンダムは、アマゾンから消えなかったんで。ただの営業妨害じゃねえの。なんて声もあるけれど、もう発売から10年以上経ったキットが今自分にバカ売れするのは、ひとえに基本設計がしっかりしていたからに他ならないのだ。そういや、佐々木進の妹も、進と声優さんが一緒だったんでびっくりなのだ。バンダイさん、絶対何か企んでるよね。思い出のガンプラキットレビュー集、ハイグレードユニバーサルセンチュリー、シャア専用ズゴック。ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、1999年の世紀末に登場以来、現在まで続いている大人気のガンプラシリーズである、宇宙世紀、つまり、ユニバーサルセンチュリーに登場するモビルスーツを、バンダイさんの最新技術でキット化してしまおうという、夢のようなガンプラシリーズなのですよ。このシリーズの一年戦争もののキットは、アニメ版準拠の仕様なんで、過度なデザインアレンジは避けられてるのが売りだよねー。リアルグレードとは大違いだね。シャア専用ズゴックとは、ガンプラブームでいうところのシャアズゴである。こいつを見てると、無性にカニやらロブスター系の鍋が食いたくなってくるねー。ザリガニも結構いけるんよ。昔量産してたけどね。ガンプラブーム当時は、シャアとかいう、すげえやつが乗ってるんだぜ。なんてのを抱きから聞いて知ってはいたけれど、アニメ誌に乗ってるシャアを初めて見たら、これ、かっこいいか。なんて、マジで悩んだものですぜ。かっこよかったといえば、ジムをクロウで突き刺すシーンくらいで、化け物とかしたガンダムに部下がほとんどやられちゃって、逃げ帰ってるだけじゃんねえ。それでも、シャアなんとかが入荷したと聞けば、みんながおもちゃ屋に殺到するわけで、並みいるライバルをぶん殴ったり干渉したりして、やっとこそガンプラを入手していたわけですよ。これ、シャア族じゃん。ガセネタに踊らされることなんてよくあるわけで、いつもいつも、希望するガンプラが買えるとは限らないんだよね。とりあえずどれでもいいから買っておいて、おもちゃ屋の前でトレードするわけですよ。シャア族だよー。シャアズゴ持ってない。誰も持ってないね。なんてこともたびたびあったものなのさ。今じゃ、ほとんどぼっち状態でプラモが買えちゃうんだから味気ないったらないよねー。プラモ売り場、ひどいねーよ。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのシャア専用ズゴックは、2001年にシリーズ19番目のキットとして発売されたのですよ。箱のサイドにもイラストがついてる仕様になったんで、ノーマルのズゴックよりも目立つようになったのさ。未だに初期のやつはサイドのイラストがないけどね。値段は量産型と変わらず700円だよ。旧キットも300円のキット2と量を買ったらそれくらいにはなったんで、出来が良い分お得ってものですぜ。キット自体は、量産型のズゴックの成型色をシャアのパーソナルカラーに変更したキットなのですよ。特筆すべきは、金型の回収により胴体の可動部に修正が加えられてるんで、腰の入ったポーズも取れるようになり、ようやく、超有名なジムをクロウで貫くシーンが再現できるようになったのだー。量産型の発売から1年以上経ってたんで、今更って感じもしたけどねー。これ以後は、量産型ズゴックのキットもシャアズゴと同じ仕様になったのですよ。そんなわけで、この間紹介したズゴックは修正後のやつだったんだよね。なんとか一個、押し入れの中に初期版のズゴックがあったんで載せてみましたぜ。胴体だけじゃなくて、腰の部分も可動部の形状が違うのですよ。最近のガンプラと比べると、物合いが稼働しない点や、関節がすぐ緩くなる点が欠点として挙げられるキットなんだけど、コストパフォーマンスが最大の売りのキットなわけで、あえて関節をオミットして、昔のガンプラ並みの稼働範囲にするのも一つの楽しみ方なのですよ。相棒のジムを買っても2000円でお釣りが来るのだー。あえて回収するとしたら、クロウが昔の印象と違うってのはよく聞くよねー。稼働を気にしないなら、適当にプラの塊を削って、片思いとかお湯丸で複製を取ったやつを接着すれば簡単だよ。片思いやお湯丸を見つけるのがめんどくさいんだけどねー。最近モリモリくんも見かけないねー。思い出のガンプラキットレビュー集、機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーション MS-06R2 ジョニー・ライデン少佐用ザク2。ジョニー・ライデン少佐とは、真紅の稲妻の異名を持つジオン宇宙軍のナイスガイである。登場以来抜群の人気を誇り、彼が登場した真紅のザクやゲルググはガキンチョに大人気だったのですよ。最初はただのフレンドリーなお兄さんだったんだけど、ゲームに出た時に、イケメンプラス、井上和彦さんが声を当てたキャラのインパクトが強烈だったんで、キャラが固まっちゃった感があるんだよね。その後も、ゲームやコミックで大人気。モビルスーツバリエーションでは、一番の出世頭なのだー。MS-06R2 は、いわゆる高機動型ザクの改良機だよ。外見はザクそのものなんだけど、中身は改良されて別物になってるんで。ゲルググ並みの性能を誇るとんでもなモビルスーツだったのさ。生産性の悪さが災いして量産には至らず、エースパイロット向けに数機しか生産されなかったレアなモビルスーツなのですぜ。
キットの値段は1200円。モビルスーツバリエーションの33番目のキットとして、1984年9月に発売されたわけですよ。この時期は、モビルスーツバリエーションの低迷期で、次のキットの100分の1スケールパーフェクトガンダムで、シリーズは終了しちゃうんだよね。でもねえ、パーフェクトガンダムはプラモ教師郎出身じゃん。本来の意味でのラストキットは、このジョニー・ライデン少佐用作2なんじゃなんて、のたまうファンも未だにいるのよ。まいったねえ。シリーズは求心力をなくしてたんだけど、ジョニー・ライデン少佐自体の人気はすごかったんで。来年のゼータガンダムの主役は、ジョニー・ライデン少佐なんじゃとか、噂が流れたりしたものだよ。ガセネタだったのは言うまでもないけどねえ。きっと内容は、MS-06R、新末長帯域に、脚部装甲や肩アーマー、ジャイアントバズなどの新規パーツのランナーと専用のデカールが1枚追加されているのですよ。なので、このキットからもノーマルの MS-06R にすることができたのさ。ジョニー・ライデン専用ザク2のキットは、144分の1、100分の1、60分の1スケールとすべてのスケールで発売されてたんだけど、ジャイアントバズがついてたのはこのキットだけなんで、決定版の呼び声も高いキットだったわけなのですよ。それでもランドセルの形状や脚部走行に関しては、モデラーごとに異論があったりしたもんで、おのおの好きなように改造するのは当然の行為だったのですよ。本当にね。定番の改造はねえ、足首が、形状的に横ロールが可能な形状になってるんだけど、そのままでは足のパーツが干渉するんで、足のパーツの横の部分を削れば可動範囲を広げることができたのさ。この改造で接地性が若干良くなるのですよ。ボールジョイントにした方が手っ取り早いけどね。中が空っぽのモナカ状態なんで、電飾を施すのもいい感じなのだ。動画のキットは当時もののキットだよ。コレクターなら当然、感情移入しやすい当時もののキットを集めたいものだよね。箱、パーツ、解説書の状態がすんばらしいキットは、まさに、長い間押し入れで寝かした30年もののキットなのですよ。しかーし、侮ってはいけないんじゃー。ビニールは劣化してすんげー匂いがするわ。箱の中にはシミの家族がお住まいになってることがあるのですよ。シミって知ってる？半透明だったり、銀色だったり、時々黒かったりするくねくね動く新役者だよ。見つけたら目が点になるよ。マジですよ。こいつ飯食わなくても1年も生きられるらしいんで、積みっぱなしのプラモの中身をまめにチェックしないでいると。わさ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 、親戚一同で住んでることがあるんじゃー。お、プラモの売上カードや解説書がボロボロ。お前か？お前が食ったんかー。別にプラモに限ったことじゃないけどね。なんでシミの話なんてするのかって？デビューしようとしたら、10匹くらい住んでたんだよ。思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダム。60分の1スケール。量産型ザク。60分の1スケール量産型ザクとは、60分の1ガンダムやシャア専用ザクと同じ、1980年の12月に発売され、トリオでクリスマス商戦を戦い抜いたノーフューチャーなガンプラである。まだこの頃は、意外とガンプラも入手しやすかったわけで、クリスマス用に、じいちゃんばあちゃんパパにママが、すんなり買ってくれたうちもあったのさ。でもねえ、うちみたいにもろ労働者階級で、クリスマスというより苦しみますな家庭環境だと、親に、ガンプラ買ってちょうだい。なんて言ったら、殴られた上雪の降る中外に放り出されちゃうわけで、とぼとぼと街のおもちゃ屋まで歩いて、せめてガンプラだけでも拝んでおこうと思ったら、寒いんで、店のババア、店閉めてやんの。クリスマスなのにー。しゃがみ込んでマッチを吸ったら、炎の中にフェアリーが見えたんだ。本当だよ、お母さーん。あの頃はなんだって雪がバカみたいに降ってたんだろうね。ガンプラブームが本格的になったのは、1981年になってからだったよね。テレビの再放送やら。劇場版機動戦士ガンダムの公開が3月に迫っていたことや、ホビージャパン別冊のハウツービルドガンダムなんかの影響もあり、お祭り状態というより戦争状態に突入したのだよ。そして、戦いが始まった。血と泥で汚れた銭を握りしめてガンプラを求めるガキンチョたち、彼らも歴戦の強者であり、チームワークでライバルを文字通り蹴落とすのは当たり前。年少だからといって容赦はなく、蹴りを入れられた衝撃で握りしめていた小銭を落としてしまい、泣きながら小銭を拾うガキンチョが続出。しかーし、股を開いたまま銭を拾う姿勢では、どうぞ、金玉に蹴りを入れてくださいと言ってるようなもの。こうして一人、また一人とライバルが消えていく中、俺はというと、甲羅の大瓶に小銭を詰めた狂気で。これが俺の財布じゃー。とばかりにボコられていたわけですよ。おばちゃんガンプラ残ってる。店には、高くて誰も買えなかった60分の1スケールの量産型ザクが、ドデーンと飾ってあったんじゃー。ノーフューチャー。ノーフューチャーとは、相川七瀬が歌うゾイドのオープニングでも、
サガフロのジェノサイドハートがカーネージを使う時に出る字幕でもなく、俺ら世代では、セックスピストルズのノーフューチャーなのは当然なわけで、彼らが労働者階級の不満をぶちまけながら、パンクというスタイルを確立していったように、当時の俺らも、ガンプラをキャンバスに見立てて、鬱屈した感情を表現していたものなのですよ。なんせ、ザクって言ったらガンダムと比べてもかっこよくないじゃん。ザクに人気があったのは、反体制の象徴的なシンボルだったからで、お世辞にも、良い子でも優等生でもなかった。俺らみたいな規定のレールから外れちまったガキが、苦労するのは大変で当たり前だろうがってのは、頭ではわかってるんだけど、なんか釈然としねえなぁ。みたいな鬱屈した感情を爆発させると、ザクがロン毛になったり、胸毛はやしたり、ツンツンのパンクルックになったりしたものだよ。やっぱり、ガンダム本編を見終わった感動そのままで、プラモを作るのが一番ですぜ。まあ、別に映画やドラマでも良いのですよ。そこで、今回はこの映画がおすすめ。セックスピストルズの、No Future The Sex Pistol Film。ですぜ、体力だけはあり余ってるけど、何をしていいのかわからなかった。ガキンチョ時代の記憶を呼び覚ましてくれる作品なのですよ。おすすめ。キットの値段は2000円。今じゃ下手すると、最新のハイグレードシリーズさえ買えない値段だよ。プロポーションはずんぐりむっくり、ポリキャップは使っているものの稼働も最悪。改造するなら、定番のハの字切りでの改造って流れなんだけど、大河原先生にしてみれば、ザクの胴脇はハの字ではなく垂直であるらしく、今なら、引き出し式の肩関節にするのも一つの方法ではあるのですよ。言ってみたのはいいけれど、いざやってみたら理性よりも野生の方が勝っちゃって、好き勝手やっちゃうのがいつものことなんで、事前にあれこれ考えても無駄なのですよ。まあ、ある意味、旧キットは素組みの状態で完成形なんで、手を加えるなんてもってのほか、まさに邪道ってもんなのですよ。そのまま作るのが一番だよね。ガキンチョの頃に買えなかったやつも、もう人によっては、じいちゃんばあちゃんどころかパパにママさえ天国か地獄にいるありさま、ガンプラをプレゼントしてくれるやつなんてどこにもいねえわけですよ。息子？娘？いやいや無理でしょ。俺らがニュータイプの生き残りなら。連中、X ラウンダーですよ。別の人種ですよ。クリスマスに、親にガンプラなんてプレゼントするわけないでしょー。父さん、ガンプラ、もうやめようよ。思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレードユニバーサルセンチュリー。ザクワン。あーら奥様お出かけですか？ほほほ、ちょっと旧ザクを買いにね。主人が好きなもので。素敵ですわねー。私も旧ザク買いに行っちゃおうかしら？ではでは、ご一緒しませんこと？タクシーも呼んであることですし。まあ素敵。じゃあお言葉に甘えてご一緒しちゃおうかしらー。てなわけで、今回は旧ザクでござりまする。ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、バンダイさんの最新技術を用いて、手頃な144分の1スケールで展開しているプラモデルシリーズである。旧キットのリニューアルのほか、今まで製品化されなかった幻のアイテムまでもが、続々とラインナップされている意欲的なシリーズなのだー。多分。ザクワンとは、早い話が旧ザクのことでございます。ファーストガンダムの放送当時、今でいうところのザク2がザクと呼ばれていたことにより、それより旧式だったザクって意味で、旧ザクって呼ばれていたのですよ。モビルスーツバリエーションの全盛期には、ザク2の呼び名が定着したこともあり、それに合わせてザク1なんて呼ばれるようになったわけなのさ。設定上、最初のモビルスーツって意味で、古参のガンプラモデラーには思い入れが深いモビルスーツなのですよ。その後のモビルスーツはすべて、そう、すべて、この機体の後発の機体ってことだからね。とはいえ、アニメにはちょっとしか登場してないんだよね。旧ザクが人気だったのは、ガンプラでキット化されたのがシャアザクや量産型ザクよりもかなり後だったために、モビルスーツバリエーションの機構を先取りした寸芸デキのキットとして発売されたためなんだい。そのため、旧ザクのキットは、ザク2のキットよりも機構的に優れているってのが、モデラーの一般的な認識になったのだー。ゲームでは、大抵最低ランクの性能しか持ってないんだけれど、ジオニックフロントだけは別格、このゲームは旧ザク好きのためのゲームと言っても過言ではないのですよ。ほんとだよ。おすすめは、ゲームの途中から加わるマニング軍曹の旧ザクで、アサルトライフルとリローダーの組み合わせが強力なのですよ。センサーもブースター系で強化すれば言うことなし、一撃必殺の旧ザクに病みつきになること間違いなしなのだー。ゲームはすんげー安いんで買い時ですぜ。キットの値段は1000円ぽっきり。2006年に発売されたキットだよ。発売前に、NHK の、明日をつかめ、平成若者仕事図鑑。てな番組で、バンダイさんの設計士の話を取り上げたりしてたんだけど、そん時こさえてたのがこの旧ザクだったのでありんす。そんなわけで、モデラー以外にも興味を持った人が多かったキットなのですよ。ハイグレードユニバーサルセンチュリーでも、
シャーザクや量産型ザクよりもかなり後発のキットだったため、やはり、ザク2よりも出来が良いキットだったわけでごわす。ザク2よりも可動部が多く、モノアイは可動式なのが嬉しいね。腰のロール軸も追加され、足首の関節の取り付け位置が変更された恩恵により、脚部のポージングに違和感がなくなっているのですよ。パーツの挟み込みが多いのは相変わらずだけどね。注目すべきは、キットの箱の底でございます。旧ザクを使って量産型ザクをパワーアップ。なんてバンダイさんの古代広告が載ってるのですよ。パナイねえ。このキットの売りの一つであるショルダータックルを再現するために、ガザシーを買って専用スタンドを手に入れろだの。量産型ザクと武器を交換してパワーアップしろだの書いてあるのですよ。パーツを交換してパワーアップの欄では、肘の可動範囲がこんなにすごいんだ。てな、画像を載せる徹底っぷりがさすがだよね。まあね、バンダイさんの思惑はともかく、量産型ザクとのコラボは普通にあるよね、常識だよね。このキットもザク2のキットも、ポリキャップは PC123 プラスってやつを使用してるんで、腕や足を取り替えるのはすんげー簡単なんだけど、どうせならニコイチで作っちゃおうってモデラーも多かったりしたもんさ。とはいえ、例の肘の二重関節にはアレルギーがある人もいるよね。パチ組ならともかく、ABS の関節は塗装が厄介だし、頻繁に動かすとへたるのも早いからね。ジオン系の関節なのにカクカクしてるのはどうも。なんて言ってたやつもいたっけね。武器は旧ザク用のマシンガンに始まり、ヒートホークに初期型のバズーカ、シツルムファウストにスパイクシールド、オプションパーツに、バズーカのラックやハンドパーツもたくさんついてる徹底ぶりですぜ。正直打足的なイメージが強いよね。テレビ版というよりゲーム版のイメージが強いんだけど、ザクの決定版的なキットの一つには変わりなく、手頃なお値段も相まって、定期的にパチ組みして、日々の疲れた心を癒すおっさんモデラーに愛されているキットなのだー。さすがに最近のが緊張は買わねえよね。今回はこれで終了ですのだ。シオン系の動画はまだまだ続くのだね。じゃあまたね。